こんばんは。今始めた。こんばんは。どうも。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。こんばんは。さえです。こんばんは。間に合った。よかった。ちょっと遅れちゃったんですけど、始まりました。すごい飾り付けもさっきしていただいて、イエーイっていう感じです。こんばんは。お誕生日おめでとう。ありがとう。暗い？明るい？どうですか？なんかライトも一応あるんですけど、いい感じ。ありがとう。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。あ、すごい。みんな早速いっぱいありがとうございます。明るいです。いい感じ。テロップ加工。19歳。になりました。はい、 OK。 こんばんは。誕生日おめでとう。すごい、皆さんありがとうございます。イエーイ、19歳になりました。新井沙耶です。どうもどうも、嬉しい。なんかみんなにこうやってお祝いしてもらえてめちゃくちゃ嬉しいです。お誕生日おめでとう。ありがとう。今日はちょっと大人っぽいお洋服にしました。イエイ。髪型はね、そう、さっきアンネイムの学園祭があったのでその感じなんですけども、どうも、お誕生日おめでとう。ありがとう。19歳になりました。イエーイ、ありがとう。あ、すごい、いっぱいギフトもありがとうございます。こうやってタワーなのかな、わかんない。ありがとうございます。そう、あと今日はあのドボンのお礼配信も兼ねてというか、先にちょっとやらせていただけたらなと思っております。あ、止まっちゃった。大丈夫かな。あれ戻った。あ、戻ったかな。うん、大丈夫かな。ありがとうございます。こんばんは。大丈夫。あ、呼び込み中。戻った、よかった。あ、すごい、ありがとう。いっぱい、すごい、クラッカーとか。一瞬止まったよ、ごめんなさい。戻った、よかった。ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとう。じゃあどうしよう。なんかあのドボンのお礼をノートに書いてきたので、100位の方から、それを読ませていただいて、それからあのいろいろ誕生日の話とかしようかなと思うのですが、それでも大丈夫ですかね。じゃあちょっと先にお礼を。そうだね、だってそうした方がいいか。それでそうします。え、これタワーありがとうございます。これと名前読みたいな。どこだ、よしあきさん、ありがとうございます。そしてそんなことゆうすけさん、ありがとうございます。合ってるかな。タワーありがとうございます。ハッピーバースデー、ありがとう。誕生日です。19歳になりました。よいしょ。じゃあドボンのあれ配信しちゃってもいいですか。いいよ。はい、じゃあ100位の方から書いたのでお見せします。見えるかな。じゃん、見えますか。これは100位から81位までの方です。ありがとうございました。すごいね、皆さんの名前を一人一人書かせていただきました。見えるよ、よかった。じゃあこれどうしよう。10秒くらい数えてたら次のページに行こうかな。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。皆さん本当にありがとうございました。字綺麗？嬉しい。なかなか直接字を書く機会ってあんましないので、そうやって言ってもらえて嬉しい限りです。
そう、みんなのお名前書きました。次、80位から61位の方、じゃーん、書きました。そう、今回ねランキングは入れなかったんですけど、すごいなんか皆さんと距離が縮まった気がして、お礼を込めて書かせていただきました。皆さんありがとうございます。またじゃあ10秒くらい数えます。10、9、8、7、6、5、4、ふんふんふん、はい、皆さんありがとうございます。はい、続いて60位から41位の方です。どん、ありがとうございました。皆さん、じゃーん、10、9、8、7、6、3、2、1、終了、ありがとうございました。そう、ドボンめっちゃ、なんかあのドボンのお礼をノートに書いてきたので、100位の方からそれを読ませていただいて、それからあのいろいろ誕生日の話とかしようかなと思うのですが、それでも大丈夫ですかね。じゃあちょっと先にお礼を、そうだね、だってそうした方がいいか。それで予想します。これタワーありがとうございます。これと名前読みたいな、どこだ、よしあきさん、ありがとうございます。そしてそんなことゆうすけさん、ありがとうございます。合ってるかな、タワーありがとうございます。ハッピーバースデー、ありがとう、誕生日です。19歳になりました。よいしょ。じゃあドボンのあれ配信しちゃってもいいですか。いいよ。はい、じゃあ100位の方から書いたのでお見せします。見えるかな、じゃん、見えますか。これは100位から81位までの方です。ありがとうございました。すごいね、皆さんの名前を一人一人書かせていただきました。見えるよ、よかった。じゃあこれどうしよう、10秒くらい数えてたら次のページに行こうかな。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。皆さん本当にありがとうございました。字綺麗、嬉しい。なかなか直接字を書く機会ってあんましないので、そうやっていてもらえて嬉しい限りです。そう、みんなのお名前書きました。次、80位から61位の方、じゃーん、書きました。そう、今回ねランキング入れなかったんですけど、すごいなんか皆さんと距離が縮まった気がして、お礼を込めて書かせていただきました。皆さんありがとうございます。またじゃあ10秒くらい数えます。10、9、8、7、6、5、4、ふんふんふん、はい、皆さんありがとうございます。はい、続いて60位から41位の方です。どん、ありがとうございました。皆さん、じゃーん、10、9、8、7、6、3、2、1、
終了、ありがとうございました。そう、ドボめっちゃ楽しかったです。なんか私も今まで、まあ、その公演の日とかドボンタイムとかはあったんですけど、あんまりしてなかったからいい機会になりました。もっとしようって思った、楽しい。はい、じゃあ40位から21位の方です。はい、じゃーん、ありがとうございました。お名前書き書きしました。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はーい、そう、皆さんありがとうございます。続いて20位から11位の方、ちょっと字が大きくなりました。20位から11位の方です。お名前も読もうかな。寿司屋さん、クラウドさん、猫ちゃんバラさん、鈴谷さん、ジョージさん、食パンさん、不思議つぼさん、ヤッホーさん、コウジさん、トトカさん、ありがとうございました。ハートもつけました。はい、5 4 3 2 1、終了、ありがとう。さあ、トップ10に参ります。トップ10、じゃあ10位から4位の方、ドドン。10位ピロシレスさん、9位タマミさん、8位ハイズさん、7位ペイちゃんさん、6位アライザヤでした。5位ドイツメロンパンさん、4位マコトさん、ありがとうございました。イエーイ、ありがとう。5 4 3 2 1、皆さんありがとうございました。そう、最後6位でした。わーい、思ったんだけど、こうやって反転してないですか、文字ってしてないかな、今更すぎるけど、してないのかな。本人6位は頑張ったね、偉い、ありがとう。そう、6位でした。あ、してない、よかった。じゃあ4位まで行ったので、トップ3の方を発表します。じゃん、3位カンタカンカンさん、ありがとうございました。ちょっとトップ3なので大きく書いちゃいました、ありがとう。イエーイ、ありがとう。3 2 1、ありがとうございました。続いて第2位は、ダダン、アギジャビアイさん、ありがとうございました。2位、すごい、ありがとう、いっぱいプレイしてくださってありがとうございました。3 2 1、 OK。 そして第1位の方ですね。はい、第1位はじゃん、りょうたさん、ありがとうございました。いっぱい本当にたくさんプレイしてくださってありがとうございました。パチパチ、3 2 1、大丈夫かな。はい、そんな感じで皆さんたくさんプレイしてくださって、ドボンありがとうございました。イエイ。そう、今回はちょっとライブには出れないんですけども、本当に感謝の気持ちが山いっぱいということでね、一応お礼を書かせていただきました。ちょっとね、次は県内に入れるように頑張ります。はい、そんな感じ、どうも楽しかったね、ありがとうございました。よかった、お礼ちゃんと言えて、皆さんありがとうございました。はい、じゃあそんな感じで19歳になりました、配信するか。え、これどういう感じでやったらいいんでしょうか、難しい。あ、たまみさん、たま、ありがとうございます。
ありがとう。あ、ドイツメロンパンさんもありがとうございます。皆さんありがとう。対戦ありがとうございました。あ、よかったね、楽しかったです。あ、カンタカンカンさんありがとう。リチャードさんも Thank you。 みんなありがとう。すごい、このなんかハッピーバースデーのギフトとかもいっぱいあるんですね。嬉しい、ありがとう。あ、そう、髪も切ったんですよ実は。うん、コージさんありがとうございます。髪を切りましてですね、今日はこの髪型です。今日はハフ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 ツインっていう髪型にしてもらったんで、メイクさんにしていただいたんですけど、髪型決まってないんですよ、何がいいと思いますかって言ったら、ハーフハーフツインはって言って、なんかハーフツインのさらにハーフみたいな、ちょっとだけこう量を取ってもらうやつで、そう、ハーフハーフツインですそう、だからサイがクォーターツインって命名しましたハーフのハーフだからクォーターだって言って、クォーターツインです。はい、そんな感じでございます。イエイ。かわいい、嬉しい、ありがとうございます。ね、タワーいっぱい全部読めてる？ありがとうございます。本当にタワーありがとうございます。お誕生日嬉しい、たくさんお祝いありがとうございます。ハート、ありがとうございます。そう、ラスト10代、あ、早っ、あっという間やね。全然実感、正直まだあんましは言ってないんですけど、19歳、ね、もう大人ですよね。あ、連絡はみんなから来ました。一番はユナだったかな、多分。なんかユナはいつも0時00分に送ってくれるんですよ、なんかいつも言ってくれて嬉しい。ジョージさんありがとうございます。ね、ラストティーンやって、そう、ラストティーン早い。そう、ゆなちゃん、あずも早かったかな、そう、リプも早かった、嬉しい。そう、みんなお祝いしてくれました、嬉しい。そう、あとひなのとかゆきたんさん、太田ゆきたんさんとかも連絡、あとあいりさんとかあいちゃん、みんな連絡くださいました、優しい、ありがとう。ん？ゆいち？これゆいち本人？見てる？そう、嬉しい。今日はアンネイムのイベントもあったので楽しかったです。そうこんばんは。え、ゆいちやん、本当にありがとう。さっきまで一緒にいたゆいちね、嬉しい、ありがとう、おめでとうって言ってくれました、嬉しい。ね、めっちゃあっという間やった。本人なのかな、本人だと思うけど分かんない、本人ですね。え、めっちゃ楽しかったです。なんか18歳ね、あっという間だったから。そう、でもこの間の配信でちょっとね18歳の話はしたんですけどね、19歳、何がしたいかっていうと、やっぱでも10代最後なので悔いなく楽しみたいなっていう思いはめちゃめちゃありますね。そうとか、やっぱ AKB 入っても
だいぶこう今2年目でかなりこう周りの環境とかもだんだんこう19期ちゃんが入ってきたりとか、ね、同期もすごい活躍してたりとかすごい環境も変わってるので、なんだろうな、ね、あのそう X の ELT にも書いたんですけど、結果を残す1年にしたい目標です。そう、なんかやっぱ努力の積み重ねとか毎日頑張るとかめちゃめちゃ大切だと思うので、そう、結果を残す1年にしたいっていう目標です。え、何、ひゆかさん、ひゆかちゃんいるの、どこ、わかんない、ちょっと行っちゃった、ひゆかちゃん行っちゃったんだけど、どこですか、ありがとう、いる、ひゆかち、ひゆかに、あ、これか、おめでとう、さえちゃん、あ、めっちゃ絵文字ありがとう、ひゆか、かーに、恐竜、はい、ひゆか仲良しです、ひゆかちゃんめっちゃ仲良くなりました、最近、最近って言ったらだけど、そう、初見、ひゆかちゃん初見なんですか、もういつも見てくれてないんですねありがとう、でもコメントしてくれて嬉しいですえ、でも初見でも全然嬉しいです、僕も初見ありがとう、初見でも、初見見に来てくださってすごい嬉しいです初見です、え、嘘だ、初見じゃない方もいると思うんですけど、でも嬉しい、今日誕生日なので、もう19歳の私とはね、皆さん初めましてなので、そう嬉しいですそう、19歳の際は初見だよね、みんなありがとう、お誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございますおめでとうございます、そうです、そうです、そうです、あ、学園祭ね、そう、さっき学園祭あったんですけどそう、初めましての方もめっちゃいらっしゃって楽しかったです、ありがとう、誰だって最初は初見、そういうことよ、そういうことありがとうございます、ね、何の話あったっけ、でもツアーのこととか、ま、本当話すこといっぱいあって、そうね、でも誕生日、今日は誕生日だから、誕生日の話なんだろうこんばんは、なんだろう、なんか緊張しちゃう、誕生日の配信って、あんま初めてっていうか、そう、当日に配信するのってなんかね、緊張しちゃいますケーキ食べた、食べてない、まだケーキ食べたい、そう、でもあのなんか昨日家族でちょっとお祝いしてもらって、ガトーショコラみたいな食べました、美味しかったね、ツアーの話、ツアーはでもやっぱ神奈川公演がね、めちゃくちゃ最近あったので、ファイナルがね、すごい記憶に新しいけどめっちゃ楽しかったです。そう、神奈川公演はあの4公演、神奈川のデイ1の昼夜とデイ2も昼夜あって、そう、全部あのセットリストが違ったりして、そう、めっちゃ楽しかったです。18期で蜂の巣ダンスやったりとか、そう、あと回遊魚のキャパシティとか、ずっとやってみたかった曲もできて楽しかったです。メールでの振り返り良かった、嬉しい、そう、メールに結構書いちゃったんですけど、そう、ユニットとか、ユニットは神奈川は1日目が嵐の夜にはで、2日目が君は僕の風でした。そう、めっちゃ楽しかったね、よかったです。君は僕の風は
なんかずっとやってみたいなって思ってた曲で、めっちゃ曲調がもともと好きで、そう、でも初めてできて嬉しかったです。そうなのよ、楽しかったですね。いろいろだらしない愛し方、嬉しい。だらしない愛し方もこのツアーは毎公演地方からずっとやらせていただいてたんですけど、めっちゃだらしない愛し方でまたもうなんか一皮向けたというか、また成長したなって自分でもちょっと思えるので、すごいこのツアーでのなんか成果なんて言うんだろうです。だらしない愛し方できたことはめっちゃ自分の成長につながったそう、楽しかったです。ツアーもね、アンレイムでもめちゃくちゃいろいろ対バンとかやらせていただいたりとか楽しいですあ、そう、君は僕の風、そう、小田入里奈さんの衣装でした。嬉しかったね、お誕生日おめでとう、ありがとう。ハチノスダンスもねできて嬉しかったです。そう、18期でやりたい曲何みたいな感じで言ってて、そう、やりたいですって言ってめっちゃ嬉しかったです。そう、神奈川公演結構瀬戸りガラッと変わった。あ、そう、言い訳メイビーもありがとうございました。言い訳メイビーセンターでやらせていただきました。嬉しかったそう、久しぶりにやったかな、ちょっと。そうなの、言い訳メイビーはね、嬉しかったです。すごい、あのスキーターンのとこでいっぱいコールとかも皆さんしてくださったり、そう、広い会場でね真ん中に立って踊らせていただくことなんてね、嬉しかったです、すごくありがとうございました制服の羽、羽生えてた、よかった。制服の羽めっちゃ好きな曲なので嬉しかった。じゃらら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 、そう、めっちゃ飛びました。あおり、嬉しい。そう、めっちゃ楽しい、本当なんか楽しかったっていう記憶がいっぱいです、ツアーのことに関してはね。そう、え、嬉しい、お披露目の言い訳メイビーぶり。制服の羽もなんか好きな曲もいっぱいあって楽しかったですお誕生日おめでとう、ありがとうみんなそんな感じね。ツアーあっという間だったあ、キューブの裏に隠れてる、そう、なんか、あ、そうそう、エリコさんがなんかあのインスタのストーリーに写真を載せてくださったんですけど、なんかあの夏の防波堤の 2番の A メロのところでちょっとちょっとしんみりするとこがあるじゃないですか。そこでみんなは周りにいるんですけど、そう、私だけキューブの後ろに隠れるっていうちょっと謎演出謎演出というかがありまして、そうなの、隠れてるの私だけ、私一人だけ、あの私たち AKB48 ですっていうあのキューブの後ろに隠れるっていうそうのをしてました。なんか人数比の関係、なんかあのもともと劇場公演とかでやってる時は歌ってる人を囲んでる、こう囲んでて歌ってる人がここにいるみたいな振り付けなんですね。でも後ろに行けないから、そう、なんかちょっと人数比が合わなくて私だけ隠れるっていうそう演出になってて、そう、隠れてました。気づいた方いたのかな、えりこさんが乗せてなかったらね、意外と気づかなかったかも。アドリブじゃないですよ、あれは結構あの毎公演ちゃんとはけてますそうそう、気づかなかったかな、みんな消えたと思った結構スムーズに隠れてスムーズに出てきたのでみんな分かんなかったかもね、乗せてくださって、えいこさんありがとう。そう、えいこさんが乗せてくださってみんな初めて知ったって方もいたかもしれないからね、
イリュージョンそう、イリュージョンですね、そう、そういうことえいこちゃん優しい。黄色のペンライトをめっちゃ振ったらさえちゃんすごい見てくれて嬉しい。そう、めちゃくちゃ2階席の一番後ろまで本当にびっしりお客さんがね入ってくださって、あのサイリウム振ってくださったのめっちゃ見つけましたよ。ありがとうございました。イリュージョンでしたね、楽しかったです。ツアーマンネームもねこれから対バンとかいろいろあるので頑張りますそう、なんかめっちゃイベントとかもいっぱいあ、サイン会とかチェキ会とかすごいあって、私もね把握しきれないぐらいいっぱいあるんですけど、めちゃめちゃ楽しみですね。楽しみ。明日も握手会ありますね。明日は幕張だっけね、めっちゃ楽しみ。握手会だっけ、握手会か、そうだ、あのなんかお楽しみ会みたいなのもある。楽しくてごめんみたいな、夢見てごめんのなんかやつがあるみたいで楽しみです射的か、バン、射的ゲーム楽しみです射的ってあんまやったことないかも。お祭り変わっていいですね。射的やったことあるかな、ない、あるかな、わかんない、難しそうね、難しそう。お祭り感あるね。ね、屋台とか、そっか、お祭りか。え、あんまりやったことないかも射的。やってみたい、嬉しい、楽しみでしたね。楽しそう、楽しみですこんばんはね、お祭り楽しみ。射的難しいかな、苦手。私もやるんじゃない、え、違うの、わかんない、応援するんだ、ちょっとごめんなさい、わかんないんですけど、やりたいです、私もで、グループ握手会とその楽しみ会か。あ、ね、そんな、どういう感じ、わかんないけど、めっちゃ楽しみですですです。応援するんだ、最後。そうなんだ。頑張れー、頑張れー、頑張れー、応援しますそういうことか、なるほどね。ね、あんまやったことない感じのイベントでめっちゃ楽しみ。わーいガン見します、応援します、ガン見してそんな感じ。よいしょよいしょ、なんか髪の毛が、よいしょね、誕生日直後に握手会、嬉しい。ぜひ直接おめでとう言いに会いに来てください、待ってろよね。でも緊張する、なんか19歳の私、でも何も変わんない、今のところは変わってないんですけどね、大人になるかな19歳、でも18歳でできるようになることとか20歳でできるようになることってあるけど、19歳ってなんかその間というか難しいなって感じですね。でもラスト10代早くない？ひゃー、楽しみますね、19歳、今日の美術期嬉しい、今日は大人っぽ風
クォーターツインでございます。3歳の頃もう大人19歳。やった。10代早いね。こんばんは。ね、誕生日おめでとう、ありがとうございます。誕生日ね、なんかほんとあっという間、え、あっという間、早いね、もう誕生日、もう誕生日っていうかもう19歳、早って感じです。18歳があっという間すぎましたね。でもなんか年齢重ねるにつれて早く感じるようになるじゃないですか、やっぱりあっという間だなみたいな、それを最近めっちゃ実感しちゃいます。もう19歳ってめっちゃ思っちゃうね。20代はもっと早い。いやーちょっとね、一瞬一瞬を大切にしたいなって思いますね、やっぱり。ね、あっという間だ。うわ、すごい、ありがとうございます。 Happy birthday to you. すごい熱唱。 Happy birthday dear Sai ちゃん。Happy birthday to you! おめでとう！すごい！おめでとう！じゃん！ひゆかちゃん！初見の朝香川ひゆかやってきました！ひゆかちゃん、嬉しい！おめでとう！嬉しい！ありがとう！じゃん！嬉しい！すごい！サプライズケーキだよ！え、嬉しい！ちょっと一緒に写って。あ、いいんですか？じゃあちょっと失礼しますね。やったー、ひゆか様からケーキをいただきました。嬉しい、ひゆかにちゃん。どう、暗くなった時びっくりした？うん、びっくりした。なんか事故かと思ったよ。違うよ、サプライズ。ありがとう。さっきね、コメントしたらさ、そう、最初気づかれなくて、あ、気づいてない、うん、え、そう、でもなんかめっちゃコメントでみんながね、そう、ひゆかちゃんいるって言ってて、しかも初見って出ちゃった。そう、初見、ひゆかちゃん初見だって言ってみんなで言ってた。え、でも嬉しい。わーい、やったー、おめでとう、さえちゃん。嬉しい。さえちゃんとはね、さっきね、アンネームで一緒だったので、はい、え、嬉しい、よかった。さえ、もうちょっと一人で喋るのそろそろ、うん、ちょっとどうしようどうしようってなってきてたから、うん、私が嬉しい参戦しました。やった、ありがとう。バーイ。スペシャルゲスト、作川ひゆか。作川ひゆかでーす。やったー。え、ケーキ食べな。え、食べ、一緒に食べ、え、1個しかないの？じゃあ一緒に食べよう。一緒に食べよう。いいの？うん、1個は食べれきれんですが。食べきれんですか、はい、いやでもこのケーキいいね。ね、かわいい、かわいい。食べな、食べな、うん、ここからお切りくだ、あ、そういうことか、これ剥がすんだ。いけそう、あ、いけそう、いけそうです。ティッシュ、ティッシュ、ちょ、ティッシュ取ってきますね。あ、ありがとう。ごめん、ありがとう。ティッシュ、あ、あった、ありがとうございます。え、ケーキ、あれは？フォークは？もう一個フォークないんだって。あ、そうなんだ。そう、オッケー、オッケー。よいしょ、すごい、これ剥がしていい？すごい、見えないね、見えないかった、見えない。見えなかった。まあいいや、剥がせる？剥がせます。やったー。わー、美味しそう。ね、美味しそう。素敵よ。ケーキちゃん、ありがとうございます。え、結構いろいろ話した？え、うん、何話した？なんか、うん、うん、でも目標とかも、そう、一人で話すの結構緊張しちゃうから。あら、ほんと？そうです、ございます。いや、嬉しい。なんかさ、サプライズ役とかあんまやったことなかったからさ、うん、え、うれ、びっくりした。そう、ちょっと緊張してよ、私も。ね、嬉しい。でももうすぐだもんね、うん、そうね、私も2日後だから近いよね。近い。うん、じゃあお祝いしに行こうかな。行けないかな。そう、私香川にいるよ、その時。行けません。行けません。じゃあちょっと、はい、見るね、はい、見れたら、あ、見て、見れたら見れたら見てね。あの、多分初見、多分初見なんですけど、みんな。サプライズ大成功ね、嬉しい。すごい、皆さんもびっくりした、嬉しい、ありがとう。じゃあケーキいただきます。ぜひ
いいんですか？どうぞ。難しい。なんで？あなたのケーキだから好きに食べなさい。え、すごい。美味しそう。美味しそう。わわわ。スマホ持ってくればよかった。え、持ってくる？持ってくる。まだ食べないね。わかった。皆さん混ぜてね。すごい、この状態です、今。もうね、スプーン、フォークいっぱいに取っちゃった。キューカちゃん、携帯を取りに来ました。食べていいかな？食べないでって言われた。お待たさえちゃん。お待たせさえちゃん。よし、ちゃん来た。え、食べていい？何が？どういうこと？写真？うん、かわいすぎる。でもちょっとこれあんま映えてないかも。大丈夫？はい、チーズ。はい、チーズ。え、かわいい。ちょっと皆さんごめんなさい。ちっちゃった。かわいい。食べる。食べな。食べます。いただきます。はい。うん、うん、あら、ざっといの、あら、かわいい。おいしい。うん、いいんですか。では私くしも。ついちゃった。なんとあざとい子なんですか。私もお味見。誕生日なんでやっとこうかなって。ちょっとやってくださいよ。やってくださいよ。やりますわ。じゃあひゆかちゃんの食レポ。ついちゃった。今つけたやろ。めちゃめちゃつけたやろ。あざとい。そう、あざとくもちょっとひげひげちゃう。おもろ。え、おいしいね。うん、おいしい。食べな、食べな。ありがとう。食べな。ありがとう。私こそ。なんか中に入ってるね。ね、え、そう、中に何だこれ。フルーツ。うん、うん、美味しいですよこれ、うん、ふん、いいケーキだ。いやー、ひゆかちゃんおもろいね。受けたねって。よっしゃ。ありがとう、来てくれて。いやいや、こちらこそ。よかった。なんかこうやって当日にさ、うん、なかなか祝えることないからさ、うん、ね、だって今日は、ね、嬉しい。アンレイムもあったからさ、ファンの人にも直接お会いできたじゃん。うん、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 すごかったんですよ本当に。うちわとかでね、うん、みんなおめでとうってやってくれて、ね、ひゆかちゃんも朝会ったら一番に、うん、おめでとうって言ってくれて。そう、言った。嬉しかった。これでメイク部屋入って、さーちゃんおめでとう。そう、さーちゃん誕生日なんて言ってた、メイクさんが。そう。え、言ってなかったの、メイクさんには。うん、内緒、内緒っていうの別に、ね、言うことでもないって、うん、ね、私だったら絶対言っちゃうんだけど、なんか恥ずかしくて、今日誕生日なんですよって。え、言おうよ。いや、なんか、うん、あんまそういう、なんていうの、うん、さあ、あんま普段あんま喋らんメイクやからていうか、もうおとなしくメイクされてた、うん、うん、今日、そう、え、誕生日おめでとうって言ってね、言ってくれた。みんな、ひゆかちゃんほんといい子って来てるよ。いい子。いやいやいや、さゆちゃんがいい子だから、うん、その優しくしたくなるのよ、うん、皆さん。何それ、超いい子。そう、本当にね。でも前、あの、うん、さっきか配信で言ってたけどさ、うん、最近本当により仲良くなったんですよ。もう仲良くなった。そう、最近、本当に。でも最近ね。なんかちょっと悪いや。違う違う、あの、もともと仲良くなりたいなってずっと思ってたんだけど、うんうん、ググッとね。なるほど、本当に、うん、距離が縮まりました。うん、そう、でも年下なんですよ。そうなんです。でも1歳だけどね。そっか。そう、私も次18歳になるから。そっか。うん、ただ1歳違い。うん、ね、本当につい最近ね。本当に、そうそうそう、うん、ね、一緒に温泉行ったもんね。いや、そう。そうだよ。そうだし、ひゆかちゃんって呼んでくれるのよ。そうなんですよ。そう、ひゆかちゃんって俺好きです。最近はひゆかにとか、もうね、いろんな呼び方で呼べるようになった、うん、仲良ぴです。仲良ぴ。お、さえちゃんのいいとこ見つけて。いいよいいよ、そんなの3つで収まらないんですけど。いいよ、そんなこと言わなくていいよ。でもさえちゃんは、あの、うん、今日朝さ、おはようポスト毎日私やってるんだけど、うん、ね、嬉しかった。そう、そこにもさえちゃんのことを書いたんだけどさ、うん、ありがとう。さえちゃんは本当に一個下だ、うん、逆に私が1個下ですけど、うん、あの1個上なんですよ。 AKB の歴ではね、歴としては大先輩です。
いやいや、そんなやめてくださいよ。やめてくださいよ。だけど、うん、そうさえちゃんはすごいしっかりしてるから、うん、アンネームの時とかもさ、うん、なんかつい頼っちゃう。嬉しい。そう MC とかやっぱお話しするのもすごい上手だし、うん、いやいやいつも頼ってますもん。いやいや、あのダンスとかもさ、うん、結構みんなが気づかないところに気づいて、うん、こここうかもって教えてくれたりとか、すごい本当に素晴らしい子。あと本当に笑顔が可愛い。笑顔はお揃いだもんね。なんか似てるって言われるよね。そう、そう、うん、そうなの。そう。イエーイ。ね、この感じなのかな。そう、あの目を細えて笑うと似てます。そういう方。はい、そういうこと。ありがとう来てくれてわざわざ。全然です。ありがとうね。ちょっと突撃しちゃいましたが、皆さん本当に、うん。さえちゃんを盛大に祝って帰ってください。ありがとうね。行っちゃうの？行っちゃうわ。バイバイ。グッバイ。ケーキたくさん食べなさい。これ何時までやればいいと思う？でも6時半から始めたんだよね。じゃあ1時間ぴったりが19時半。確かに。じゃああとちょっとやったら。うん。ありがとう。全然だよ。素敵な一日を。ありがとう。またね。グッバイ。バイバイ。ありがとう。嬉しい。ひゆかちゃんが来てくれました。ありがとうございました。嬉しい。すごい一気にさ華やかになった画面が。そう、すごいお話もいつも喋ってて楽しいんです。よかった来てくれて。みんなもゆうかさんが来てくれてさ嬉しかったでしょ。面白かったね。いい先輩、本当に仲良くなれました。ありがとうゆうかちゃん。ケーキもね、そう、めちゃくちゃ頼りになる。え、そう、仲いいんですよ。さっきから最近っていっぱい言っちゃうんだけど、そう、仲良くなって嬉しい。ありがとう。よかったね。ありがとう。よかったです。嬉しい。ケーキもちょっとまだいっぱい余っちゃって、こんな大きいケーキをねいただいて、改めて、うん、ケーキと写真撮っとくか。うんうんうん。ケーキ。突然のスクショタイムでしたね。すごい19歳の19って、嬉しい。しかも3位って嬉しい。やったやった、嬉しいね。でもこんないっぱい食べれないんだ。嬉しい。ありがとう。みんなもお祝いいっぱいありがとうございます。そう、私ひゆかちゃんより年上なんですけど、もうめちゃくちゃ仲良しになれました。すごいお姉さんなとこもあるし、ちょっと子供っぽいところもあって可愛いんですよ、ひゆかちゃん。そう、めちゃくちゃふざけるときはふざけるっていうところが面白いし可愛いしね、素敵よね。本当に嬉しい。ありがとうございました。うん、そんな感じですよ。嬉しい。よかった、来てくれて嬉しい。すごい一気にいっぱい喋った。なんかやっぱね、一人で喋るのも好きだけど、やっぱねみんなと一緒にいるとおしゃべりになります、私は。そんな感じだよ。ん、仲良し伝わった、嬉しい。仲良し、そう。でもなかなかこうね、メンバーと直接こうやって話してるとこを見せる機会ってないから意外だったかなね。そうなのよ、わちゃわちゃね。そうだから、一発とかさはあるから、18期でのわちゃわちゃとかは結構見る機会多いかもしれないんだけど、そう、先輩もう仲良くしてもらってます。そう、めちゃめちゃね、コラボ楽しい、仲良し、そう、めちゃくちゃ優しい、嬉しいです。楽しかったね。今日はアンネームのイベントもあったり、明日は握手会もあったり、もう楽しみ。これからも19歳も良いスタートが切れたような気がしますよ。ね。
っちゃ声見て気になった、嬉しい、ありがとうございます。なんか19歳はもうね、今もう私のこと好きでいただくくださる方にはもっと好きになってもらえるような年にしたいし、なんかまだちょっとあんま分かんないけどちょっと気になるなって方とか増えたら嬉しいなって思いますね。ねねえ、もう早いけど19歳は楽しんで、19歳も楽しんで、自分らしく笑顔で頑張ります。ね、楽しみいっぱいですよ、これからも。劇場も新しくなったりとかね、いろいろこれからまた始まることとかもあると思うんで楽しみです。ねえ、みんなはどうですか？確かに生誕祭とかね、いつか分かんないけど、でも去年の生誕祭も本当に楽しくてありがとうございました。19歳の際にもぜひ愛をお届けしてくれたら嬉しいです。私もいっぱい感謝とか伝えます、19歳も。任せなさい。生誕って嬉しい。あ、そう、生誕グッズとかも今回初めてね出していただいたから嬉しいです。そう、あの防波堤の MV 撮影の時のオフショットを生誕 T シャツの写真にしました。そうね、グッズとかもいっぱい、あのそこミラーのオープニングのリバー2024バージョンっていうやつとか、あ、すごい、なんかギフト、ありがとうございます。ナーラブさん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。あー、すごい、タワー、大タワー、ダブル、ありがとう、ありがとうございます。すごいハートとかいっぱい、皆さんありがとう、星とかありがとうございました。誕生日おめでとう、ありがとう、すごい幸せな誕生日です、やったありがとう、見に来てくださってありがとうございます、皆さん。ね、あっという間な、でも今日ももうすぐ終わっちゃうから早いなって思いますけど、でもよかった、ショールームもちょっとゆっくりできてお話もできてよかったですね、ありがとうございました。ね、家族もちろんお祝いしてくれました、そう、みんな嬉しい。ワンちゃん飼ってるんですけど、犬の、そう、ヒトロンちゃんっていうんですけど、ヒトロンちゃんも分かってるのか分かってないのか分かんないんですけど、さやちゃんおめでとうってそうしてくれました。めっちゃ昨日は、昨日明日さやちゃん誕生日なんだよって言ったら、そう、喜んでました、しさやちゃんお仕事終わり、あ、よかった、ありがとう。そう、かしこちゃんだからでもあの上機嫌でした昨日、本当にお散歩もなんかいつもよりすごい上手にお散歩してて可愛かったですお利口さん、そう、まあ、ワンワンお誕生日おめでとう、ありがとう。
そんな感じかな。楽しかった。ありがとうございます。いっぱいお祝いしてくださって嬉しい限りですよ本当に。ケーキ、ケーキも美味しい。食べますか？あげません。うんふんうんふんふんうんふんうんふん。お味はショートケーキですね。これはあ、なんかでもチョコもあるからせっかくだから見せとく。あ、誕生日おめでとうさえってなってる。うん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 。チョコ好きなんですよ。うん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 。おいしい。いちごも乗ってるけどちょっともったいないから食べないでおこうかな。食べようかな。どうしよう。いちご、うんうん、うん、うめた。うんふんふん。うんふん。いちごも好きです。うんふん。お誕生日ならではですね。ケーキまだ全然いっぱいあるよ。だって前から見たらさ、もうまだまだ何も食べてない人みたい。後ろ側から食べたか。独り占め。おいしい。ケーキおいしいです。でもちょっと後でゆっくり食べます。そう、めっちゃ大きい。嬉しい。一口じゃ食べれません。そんな感じでそろそろ、うんふんふん、誕生日おめでとう、ありがとう、ハッピーバースデー。スクショ、タイム、イエイ。なんか今日いっぱいスクショタイムしてる気がする。いいことですね。おいしかった、おいしかった、楽しかったね。明日も握手会でぜひ応援、応援じゃない、お祝いしてくれたら嬉しいです。記念日、お誕生日、やった、楽しかった、お誕生日おめでとう、ありがとう。明日も待ってます。じゃあランキング読もうかしら。ランキング読んでいいですか？でもなんか名残惜しいね。もうおしまいってね、でも明日もはあの早く、朝早いので皆さんともね、会えるので、また今年も、今年もなんかすごい元日みたいになっちゃったんだけど、19歳もよろしくお願いします。イエーよろしくお願いします。
しくお願いします。19歳の1年も楽しもうね、一緒に。うわあ、すごい遠近法おふざけしちゃった。ありがとうございます。じゃあランキング読みます。ちょっと待って、ちょっと待って、誰だっけ、誰だっけ、これだ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、あった。はい、じゃあランキング読みます。いきます。13位、あっくんさん、ありがとう。続いて12位、ゆうたパパさん、ありがとう、ありがとうございます。続いて11位、ジョージさん、ありがとうございます。そして10位がリチャードさん、 Thank you。 そして9位、そんなことゆうすけさん、ありがとうございます、ありがとう。8位がコウジさん、ありがとうございます。コウジさん、ありがとう。続いて7位、ナーラムさん、ありがとうございます、ありがとう。そして6位、まゆゆかみおじさん、まゆゆさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。そして5位、ともみさん、ともみさん、ありがとう。ありがとうございます。4位、そうやさん、そうやさん、ありがとうございます。そして3位、よしあきさん、よしあきさん、ありがとうございます。そして2位が簡単カンカンさん、簡単カンカンさん、ありがとうございます、ありがとう。そして1位、ドイツメロンパンさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。いっぱいありがとうございました。すごい、なんか盛り上がりのやつも2万、すごい、いっぱい来てくださってありがとうございます。パチパチ、楽しかったです。今日もありがとう。すごい、あのコメントとか、あのなんだっけ、ギフトとかも全部ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございました。19歳になった新井さんでございました。明日もよろしくお願いします。19歳も押してねありがとう。それじゃあまたね、ありがとうございました。バイバイ。